にちは、子犬です。今日はお部屋の DIY をやりたいと思います。ちょっと DIY って言っていいかどうかちょっと怪しいんですけど、今置いているこのテーブルをもうちょっとこっち側に寄せたくて、でこっち側には今本棚が置いてあるんですね。でその本棚の上にこのお家に元からついているカウンターがあって、そのカウンターの下に本棚があるんで、本棚が暗く陰っちゃうんですよ。私結構お菓子作りとかすると写真を撮るんですけど、写真を撮る時にこう背景がね暗い感じになっちゃうなと思ったので、今日はそのこっちの本棚のところに目隠しをしようと思って、シリアでこの木目調の突っ張り棒と、ホームセンターでこちらのカフェカーテンを買ってきました。このカフェカーテンがすっごく可愛くて、この緑のギンガムチェックに下にちょっと刺繍が入ってるんですけど、すっごい可愛いですよね。私ギンガムチェックが好きすぎて、ちょっと今お部屋の中がギンガムチェックだらけなんですけど、やっぱりとっても可愛くて買ってしまいました。でこの2つをこうこんな感じで取り付けていきたいと思います。それでたまにお部屋紹介をしてくださいと言っていただけることがあるんですけれども、今お部屋の雰囲気をガラッと変えたくて、結構いろいろ試行錯誤しているところなんですね。今お部屋の系統がもう全部バラバラで、ちょっとお見せする感じでもないので、お部屋が理想の感じにまとまったらご紹介させていただきたいなと思います。今日のこの模様替えもその一環だったりします。こちらがその本棚になります。ここにこのカウンターがついてて、下にこの本棚を置いてるんですけれども、ここの部分がねどうしても陰っちゃうので、ここに突っ張り棒を通してカーテンを下げたいと思います。ではやっていきます。これ先に通してないとダメだった。うん、かわいい。じゃーん。ちなみにビバホームで買いました。できましたー。取り付けます。じゃーん。いやーすごいかわいい。本が撮りたいときはこうね、あれですね、本の日焼け防止にもなっていいですね。とっても気に入りました。それではご視聴いただきどうもありがとうございました。バイバーイ。